dedicated game channel by Kotonetto. みんなお元気？さて、今回のコテネタチャンネルの話題は、この後のバトルチームの編成を先にご確認いただきます。どう？おちょこちの編成具合って、もちろん勝率調整なんかもあるので、バトル5回の中で平均的と思える敵と味方の編成をピックアップしてます。これってどちら側にいてもいいんだけど、これまでのようなセレブロボットと庶民派ロボットの格差であれば、こんな調整でも良かったと思うけどね。今の状況だと、おちょこちが1期編成にいるといないとじゃ全く戦況は変わるよね。確かに基本スペックで計算すると、例えば装備は軽武器2スロット、中武器2スロットの総合ダメージの威力で計算し、ロボットはティア4クラスで耐久値40万とか、アビリティ防具ありとか、そんな内容で数値化されてマッチングさせる。まあ仮にもう少し違う要素がマッチングに反映されていたとしても、これだけ突出した結果を生み出すおちょこちをこれまでの要素で計算し、実力を均衡させるってことはできてないよね。また違った見方をしてみると、全体のバランスはできていたとしても、おちょこちがいないプレイヤーがそのバトルに組み込まれた時、確かにバランスだけ見るといいのかもしれないけど、組み込まれたプレイヤーっていつもおちょこちとの対戦を強いられるってことで、このゲームを続けていく意欲はどんどんなくなるよね。そこで考えたこと、もうこんな状況がいつまでも続くって耐えられないと思うし、いよいよ持っているプレイヤーと持たないプレイヤーとの格差を埋める。そしてせっかく手に入れたハイスペックが数ヶ月も経たないうちに産業廃棄物とさせない。こんな一見矛盾した内容を解決させる方法って、マッチングシステムそのものを見直す必要があると思ってね。具体的には持ってるプレイヤーへの対応として、新発売のハイスペックな状況の時のランク格付けを一つ上に設定し、ティア5とする。ここからラーフ後にはティア4にランクダウンすることで、マッチングのステータスを下げて、ダメージや耐久性的な弱体化を受けてもバトルそのものでの優位性はある程度確保してあげるってやつ。例えばおちょこちが弱体化されると同時にティア5から4に下げられることで、対戦する敵の総合力が下がったバトルができるってことになる。持っていないプレイヤーへの対応として、基本的にはティア5とのバトルはマッチングさせない。ただ発売間もない時にはマッチングさせなきゃならないから、時折マッチングするけど、ティア5の編成プレイヤーは原則として一人だけとする。おや、これってあんまり今と変わらなくない？そう思うよね。いえ、変わるんです。ティア5のロボットや武器を明確に分類することで、プレイヤーはこのロボット、この武器を装備しなきゃ、ティア4クラス以下でバトルできるってことになるよね。例えば、おちょこち、オフィロン、次に登場のダゴン以降は、5クラスってことで区分けすると、それじゃ、オフィロンは控えて、隠したとするか、おちょこちを手に入れて、5クラスでバトルやってみるか、いやいや、オフィロンで継続するか、そうなるよね。そんな環境の中でおちょこちをフルに5機、そんな編成プレイヤーとのバランスを計算し、マッチングさせる。こうすれば超ぶっ飛んだロボットや武器も心置きなく発売できるし、持たないプレイヤーとしては時折マッチングするけど、基本的にはティア4クラス以下でのバトルが中心となるはず。以前提案したセレブさんとの時折のバトルって感じとなるね。当然勝率上がってチャンピオンリーグ内ランクも上がってくると、ティア5クラスとのバトルも少しは登場するってことにもなるだろうけどね。本当は新発売でも少しは威力や耐久性が高いね、その程度に抑えて発売させるってことが理想だと思うけどね。現実は威力や耐久性がぶっ飛べばぶっ飛ぶほど売れる、そんな現実があるようだし、
そりゃ運営もそうなら前回よりもぶっ飛んだ新武器、次回はさらにぶっ飛んだ武器ってなるね。そしてどこかで半年前に発売した武器を産業廃棄物にする、そうなるね。それじゃ次の話題は、そう、レトロロボットの救世主となりそうな予感するヒルコのアビリティについて確認していきます。これって皆さん気づいてたのかな、これって使い方間違うと前回のおちょこちとなってしまい、かなりやばいこととなって通報されるレベルまで行くけど、普通のバトルやりながらモジュールを発動されるなら全く問題ないよね。そんなわけで実戦でどのくらいの増幅が得られるのか検証してみます。改めて確認すると、まずアビリティ発動により3万の耐久値を得られるよね。その代わり1秒間に240のドットダメージを受け、それは5秒効果が持続する、なので1200のダメージを受けるってことになるね。そうなると分かりやすく単純な計算では2万8800の追加耐久値が結果として得られるってことだよね。そしてこれは最大で25回を積み重ねられるってことになるね。そうなんです、このヒルコとモジュールの組み合わせにより強烈な耐久値増加を得られるってことなんです。もちろん皆さんご存知のことじゃあるだろうけど、改めてバトル中にモジュール発動しつつどんな増加を得られているのかってとこ改めて確認できるいい機会じゃないでしょうか。それでは最後のクリップでは、ランスロットのシングルバトルでファイナルを迎えるクリップでも同じようにどのくらいの増幅が得られたのか確認してみます。バトルと耐久値増加についてじっくりご確認いただきたいので、ナレーションはここまで。決して今の時間が午前2時過ぎてて眠いのでこれで終わらせようってことじゃないので、ご視聴いただきありがとうございました。おやすみなさい。バイバイ。
double.